ボートレース多摩川の男女ダブル優勝戦ボートボーイカップ開催の2日目メインカードが始まりました。12レースの男子ファン選抜ドリーム戦です。出場選手は1号艇森田俊介、2号艇長岡重和、3号艇川北博隆、4号艇佐藤翼、5号艇鳥海誠、6号艇村田敦史、以上の6名です。待機行動は枠なりに進んでおります。まず1コースには人気の1番森田が進んでいます。今日前半は2着でした。2コースへと2番の長岡です。1つ目は道中後ろの追撃をかわし連絡みとしておりました。3コースへ船を向けていくのは3番の川北。人気のこのレース森田の相手にはこの川北や佐藤中枠勢が上がっています。背中を向けてダッシュをつける4番佐藤の4カド戦、先ほど8レース指して1着3連勝としています。5コースへは5番の鳥海、1つ目のレースはまくってトップに立ちました。6コースに入っていきました6番の村田は今日2レース道中全速戦が光っておりました。以上の6選手2日目メインカード12レース男子ファン選抜ドリーム戦です。進入内から123ダッシュが456です。スタートが決まりました。4番の佐藤が踏み込んだスタートから1周1マーク仕掛ける3番川北抵抗1番森田、この間に逃げを図っていきますがバック1番の森田が先頭、スタートは前提正常。これを追っていきましては差しに構えた2人、2番長岡か5番の鳥海か、この辺りが優勢に運んでいますが V 字は差し構えの6番村田も来ました。6番村田が2番手旋回を決めていきまして、あとは5番の鳥海、内を狙う鳥海来るか、5号艇の鳥海か6号艇の村田か、この辺りの接戦。大時計前は5番の鳥海覗きました。すぐ外に6番の村田、あとは後方から立て直しへ3番川北も小さく運んでこの一角につけています。2番手は5番の鳥海、回った突っ込む3番川北空振り、5番の鳥海2番手優勢キープ、外を追った6番の村田がなおも追走一定陣、上位体制は1番5番6番となっています。トップは1番の森田が優勢から大きくリードを築いておりまして、あとは5番の鳥海旋回、6番村田が外を追いかけ回しますが5番の鳥海がリードを取ってレースはこれより最終周回です。前から1番5番6番です。その後方4番佐藤や2番の長岡が接戦、最後方が3番川北です。最後のバックへ前から1号艇5号艇6号艇の順番と抜けていきました。上位3選手体勢は落ち着いております。トップ構想は1番の森田、そこから間隔相手の5番鳥海、6番の村田となっています。最終の第2ターマークの旋回は1番の森田、これを追っては5番の鳥海、さらに3番手は6番の村田となっています。74期ワンツーからは先頭1番の森田、続いて5番の鳥海、あとは6番村田とゴールインです。後方4番2番3番でゴールインです。以上第12レース男子ファン選抜ドリーム戦でした。